ート入りが終わります。7レーススタートしました。ドット飛び出しました。先行争いまだ広がった状態ですが、押してシンセリティ、内からはダスティンバローズ、さらには2番のリトルポセイドン、その争いに加わっていきましたのがシャインベル、そして1からフィールドダンス、外から一気に上がっていきまして、フィールドダンスが先頭に立つか、内から2番のリトルポセイドンが2頭並んでいます。1コーナー回っていきました。シンセリティ、シャインベル2番手、3番手、4番手です。その後1馬身差、ダスティンバローズ、その人にスペースモアが追走していきました。1馬身半ほど開きまして、4番のハーディーレック、そして9番のハートオブウィンク、3馬身差、5番のスピードスクエアが追走していきまして、当たりが後方です。各馬向こう上面中間地点を向かっていきます。先頭から最高峰まで15、6馬身ぐらいの圏内です。先頭は2番のリトルポセイドンでリード、1馬身600を通過、そして2番手にフィールドダンスです。3番手は7番のシャインベルで、これから3コーナー、あとその後ろから1番のダスティンバローズが差を詰めて、シンセリティやや交代加減、その後ろからはハーディーレック、そしてスペースモア差を詰めてきました。大きく間が空きまして、ハートオブウィンク、そして5番のスピードスクエア、遅れて3番当たり最高峰です。3コーナーから4コーナー、依然としてリトル2番のリトルポセイドンですが、ここでフィールドダンスがかわしていくか、外から1番のダスティンバローズ3頭並んで直線コースに向きましたが、さあここでフィールドダンスが先頭に変わった。外からダスティンバローズ、そして粘っていますが、内で2番のリトルポセイドン、あとはスペースモア、4番のハーディレック、そして5番のスピードスクエアです。先頭ここで1番のダスティンバローズか、あるいは外か、前にはフィールドダンスがいて、フィールドダンス1着でゴールインです。10番のフィールドダンス、2番手追走から4コーナー手前で抜け出して、そのまま押し切りました。10番のフィールドダンス先着、1番のダスティンバローズが2番手、3番手には8番のスペースモアが入選していたのではないかと思われます。